日本はアジア太平洋日本地域の市場でも経済が最も発達している国の一つです日本の市場は成熟していますが日本の企業は新しいデジタルエコノミーの中で財務目標の達成と企業自体にとってのニッチの創造を両立させようと奮闘しています日本企業は顧客エクスペリエンスを絶えず向上していく重要性も認識しています日本のビジネスリーダーは経験豊富で過去の経験から学習しています 当社の調査によると短期間で売り上げを伸ばすためにあらゆる企業が最優先にすべきはただ一つ顧客エクスペリエンスの向上です気になる点もあります従業員ニーズへの対応を重要としたリーダーは50%未満でした彼らは顧客エクスペリエンスのリーダーが何をすべきか理解していません従業員エクスペリエンスと顧客エクスペリエンスは切り離すべきではないのです かつてないほどテクノロジーを利用するようになっています。賢く投資するには、最新で安全なテクノロジーを用意し、従業員が自分に合った種類のテクノロジーを自由に選べるようにすることが重要です。当社の調査で明らかになったのは、優れたテクノロジーが生産性を高めるということです。生産性が向上してハッピーになった従業員は、顧客の獲得、サービスや製品の提供、関係維持に熱心に取り組みます。 全てが絡みみ合い好循環を生み出します当社はデルの依頼でこの世界的な現象について調査しました日本企業がデバイス生産性およびセキュリティに関して自社の考え方を変えている方法についてはこのページのリンクから日本の動向を含むワークフォース転換に関する資料をご覧ください